快晴は天気の一つである。一般には空に雲がほとんどない状態を言う。雲が全くなく、指定も良好であれば、日本晴れと表現されることが多い。世界気象機関の規定に基づいた気象庁における観測上の定義では、空全体に対して雲の占める割合が1割以下の状態である。ただし、たとえ雲量が1割以下であっても、同時に、 洪水や雷現象が起きていたり、霧や煙などによる指定障害現象といった異なる気象現象が観測されれば、快晴とはみなされない。なお、雲の割合が2割以上8割以下の場合の天気は、晴れである。また、天気予報では観測上の分類とは異なり、快晴は、晴れとして扱われる。日本では、通常、夏季に、 太平洋高気圧の勢力範囲に収まった場合や、陶器に、西高東低の気圧配置が緩み、大陸の高気圧が張り出してきた時によく生じる。一般に、地表付近では、風が弱くて空気が滞留しやすく、夜間に、海晴状態が続いた場合は、放射冷却により、地上気温が大きく低下する。そのため陶器には、 路面凍結を引き起こし交通事故の原因となることがある。また大気中に窒素酸化物や炭化水素が高い密度で含まれている場合、日光が高化学オキシダンとの生成を促進して、高化学スモッグを発生させることがある。天気を自動で判別する機械が導入され、目視観測を2019年2月から順次、終了したことに伴い、同月より、 機械観測へ切り替えられた観測書では晴れと快晴を区別することなく一律して晴れと発表するようになった。機械による天気の自動判別では上層雲の下にかかる雲の量を判別することは難しい。ありがとうございます。